やこうやって見てると懐かしいね。ねえ5年前ですよね。そうまだパンチも少年っぽさがなんとなく残ってるもんね、うん、ジョンもなんかどことなくこうまだ痩せ気味というか今ちょっとね太ったけど、ねうんうん、こんばんは、今日は新白バイヤロージョン&パンチの放送100回を記念しまして僕たち日本語版のジョンとパンチが皆さんにご挨拶することになりました、ジョンの田中秀幸です。パンチ役の古川敏夫です。こんばんは、今見ていただいたフィルムっていうのは、うん、ちょうど5年前なんだけどもまだこの頃っていうのは深夜放送だ深夜放送でやってた頃なんだよ ね1時確か深夜の1時だったと思うんだけどね。うん、まあ遅い時間にもかかわらずたくさんの人に、ね、見てもらいましたね。それと日本であのカリフォルニアブームみたいなのが起こったのが、うん、あのいろんな若者向けの情報誌やなんかでね、うん、カリフォルニアをこう取り上げた記事が多くなってちょうどこの頃でしょちょうどブームでしたね、うん、それとこうダブってきてそうだ ねラッキーでしたね、うん、番組の中でもあのカリフォルニアのね、うん、若者の様子だとか、うん、遊びみたいなものっていうのがたくさん出てきたでしょ。そうそう道具立て自体がそうだったね、うん、ハングライダー出てきたりスケボーが出てきたりね、うん、ジェットスキーっていうのかなあれ、うん、ねああいうだからスクーターみたいなの出てきたりね僕たちもやっぱりね、うん、やってても楽しかったですよねいろんなものが出てきたからね、やっぱりそういったものが番組の一つの魅力になってるんでしょうね、うん、キャラクターがみんな非常に個性的だしねあのジョンなんかやってて自分ではどんなところが魅力だと思いますか。うん、僕はねジョンの優しさみたいなものをね、うん、出そうと思ってあの優しいお兄さんっていう感じにね実際の田中さんもそうですけどね僕はあのパンチっていうのは女好きでねずっこけてて、うん、それでもって底抜けに明るいってそこら辺でね、うん、なるべくこうジョンと落差をつけようって割と意識したところあるんですけどね。やっぱりあのパンチのね笑い方なんて、うん、とっても魅力があるもん ねちょっと派手派手にねやりましたけれども、さて、白バイ野郎ジョン&パンチ100回記念のこの T シャツなんですけれども番組をご覧の方の中から50人の方にプレゼントいたします。平塚茂雄さんのデザインのこの素敵な T シャツです。ご希望の方は完成ハガキに住所氏名年齢をお書きになってご覧の宛先までお送りください。7月12日の消印のついたものまで有効です。さてということで、100回もの長い間あの応援していただきまして本当にありがとうございました。これからも楽しい番組を作っていきたいと思います。ご支援ください。時間をゆっくり味わうためにキャデラックを自転車に変えた。今日オフ感覚。I'm off。キリンライトビール。